はい、こんにちは、ズイフーさんです。今日は大倉浩二さんの運勢を見ていきたいと思います。昨日ね、青天を衝け、大隈重信役でね、登場してまいりました。ビビりながらもね、うまくね、説得するというね、コミカルさ、ね、楽しくね、見てました。どういう運勢してるんだろうなと、ね、いうことで、今日は見てみます。パッと見た瞬間、チャップリン目指して大吉なんですねと、いうことでね、水星が蟹座にあり、蟹座の6度、月5、冥王星とスクエア、土星と5、という配置です。一点集中なんですよね。だから一点集中でもうね、もうホースね、救急車の、消防車の給水の、ホース力をね、集約することによって火を消すことができると、水のね、強い圧ができると、いうことでございます。ですから一点集中、一点に集中する、そういうことでね、非常にいい演技ができるということでね、名脇役、あるいは個性派俳優で今までね、やってこれたと、いうことがね、わかります。ですからもう、俺は渥美清目指すぜとかね、俺はチャップリン目指すぜとかね、そういう形でいいと思うんですよね。ですから、それに徹底する。で、まあ、非常にね、まあ、面白い演技でしたよね。大隈重信はああいうふうに演じるのか、みたいなね。最初はもう、嫌だよ、嫌だよって言いながら、さあ、行って行って、みたいなね、感じで押し出されて。そしてね、こわごわと、説得しながら、こわごわとしてるけども、信念感じられるようなね、そんなようなね、面白い演技、見ました。あ、大倉さんじゃないとこういう演技はできないんだなとね、いうことをね、思いました。あ、こういう俳優さんっていないなということです。そしてね、なんでさっきチャップリンかと申しますとね、チャップリン名作ね、独裁者ね、あれはもう本当に名作中の名作だなと思うわけですけどね。ヒットラーを真似る。ヒットラーのそっくりさんっていうね、設定でね、アイルヒットラーみたいなね、感じで、演技してたんですけど、もう、笑いもあり、ね、しかし、非常にね、メッセージ色の濃い、そういうね、作品だったと。名作ですよね、だからね。そういう作品に当たるとね、大ヒットすると。で、蟹座のね、特徴の中に模倣ってあるんですよ。模倣っていうのがあって、結局ね、どんな偉い人でも蟹座の人にかかればもう隣のおじさんみたいなね、雰囲気にされてしまって、またね、モノマネもうまいんですよね。こんな感じっていうね、ヒットラーのモノマネみたいなね、感じでやらせたらね、ものすごく上手でね、全部特徴を捉えてると、いうことなんですよね。だから模倣する、ね、真似をする。だから子供が生まれてからね、お父さんお母さん兄弟を真似していくというところからね、成長が始まるわけです。その第一歩として、まあ蟹座のテーマというのは模倣というのがあります。ね、で、なんで蟹座伝統に関係するかっていうことになりますと、これ模倣なんですよね、伝統っていうのはね。伝統イコール模倣ですのでね、それを大事にね、伝承していくというね、テーマが蟹座にはありますのでね、何かを模倣していく、ね、真似していく、伝統をね、大事にね、やっていく、ね、伝統芸能でもいいですしね。
日本の、まあ、古き良き、そういう俳優像、そういったもの、まさしく男はつらいよ、のね、なんかね、渥美清みたいなね、伝統のみたいなね、伝統のモノボケみたいなね、というのでね、まあ、やってこれた。で、これからもそれをやっていくんだなっていうね、ことは思います。で、まあ、月と水星ね、豪なんでね、これももうものすごく、ものまねうまい人多いですよね。月、水星、豪もね。で、蟹座もうまいですしね。そして冥王星っていうことで、一点集中ということですよね。だから、一気波及星って言葉ありますけどね。9つの短所よりも1つのね、長所、それを伸ばせばね、強いんだというようなね、ことわざがあります。その一気波及戦、1つの長所を伸ばす、ね、それに集中する。長所を見つけたらそれ一点集中、そういったことをね、示しているような運勢なんだなっていうことは思います。そしてね、太陽は蟹座の25度にあり、天王星とスクエということですよね。ですからもう本当に専門性、この役やらせたらこの人だと、大蔵だと、そういう使われ方ですんでね、コメディタッチの、コメディ映画、コメディドラマ、そういうね、専門性を持った、そういうものを要求される、そういった作品も絶対欠かせないと、いうことですよね。ですからね、専門職っていう意味ありますんでね、これ芸能界ならばもう専門職、まあ普通の人なら、まあ、職人だったり、何かのスペシャリスト、下水工事のスペシャリストとかね、なんか風鈴を作る人のスペシャリストとかね、いろいろなところで活躍してます。会社ならね、この人にこれやらしたらすごいっていうね、そういう使われ方、それで大吉ということですよね。ですから太陽天王星だけね、だから中田翔選手、この配置ですけども、もともとその、なんていうんですか、射程とか持っちゃいけない、ね、球団のことを考えて、中田翔の、ね、その、なんか、なんとか争奪杯みたいなのをね、日本ハムの中で作って、んで賞金を出すとかね、あまりそういうことをやらない方がいい。あまり射程とかね、持とうとしたりとか、古文とか持とうとしたりとかね、そういうことはあまりしない方がいいという声も。ですんで、中田翔さんの運勢ならばね、もうとにかく野球、もう本当にスペシャリストとして、他のところにこう、力をね、分散させない。野球にとにかく集中する。野球に集中して、そして、その技術、それを徹底的にね、深掘りするという運勢なんですよね。だから、悪い方に出ると、ああなっちゃうんでね。で、あんまりそういうことをやろうとするとね、ジェネラリストみたいなことをやろうとするとうまくいかないし、で、言うこと聞かない、大体ね、言うこと聞かない人も、反発する人も、ね、出てきます、後輩でもね。そうしたらね、この野郎生意気だって言ってね、殴っちゃうみたいなね、ことが起きますのでね、巨人に行ったら、もうとにかく野球のことだけ集中して、やってもらいたいと。ね、まあその方が大吉っていうことですよね。また巨人に行って、またなんか射程みたいのを作ろうとするとね、途端にまた物事がうまくいかないと、ね、いうことです。またまね、丸選手とか、同級生が多いらしいんでね、同級生ならまあいいでしょうと、いうことでね。ネオ選手とか、ね、中日に来ないでって、なぜなら、ネオ選手を子分にするからね、子分にされては困るからと。
中日は来ないでくれ まあそういうふうに言われちゃうんですよね。だから、こういう運勢の人見てるとね、まあとにかく、まあついてくる、勝手についていきたいという後輩がいるならね、いいんですけどね、まあ、無理やりその射程にするとか、ね、日本ハム全体のこと考えるとか、そういうことにね、力を分散させるとね、ろくなことはないということなんでね、大倉さんなんかも、あんまり後輩飯に食いに連れてったりとか、あんまりそういうことをしない人だと思うんですよね。ですので、矢島さんと仲いいっていうね、話書いてありましたけどね。だからまあ、ついてくる人だけで、認めてくれる人だけでね、仲良くしろ。ね。だまあ、あんま外食するなと。ね、外に飲み行くなと。家飲みしなさいみたいな。家飲みした方がいいですよ。まあ、よっぽど親しくしている、気心を許せるようなところ、そういうところで飲むなら大吉なんだけども、大体そういういろんなところを飲み歩くとね、よく喧嘩になっちゃったりとかするんですよね。喧嘩になったり、舐められたりとか、客同士でもやっぱりこう、太陽の状態が悪ければね、舐めてくる、舐められるケースが多いんですよね。だから、飲みってその舐められる人と舐められない人ってあるんですけどね。やっぱりこういうような中田翔選手のような人とか、ね、大倉さんのような人とか、舐められますんでね。舐められないようにするには、家飲みをする。友達の家で飲む。ね。ですからね。まあ、そのためにはもう家で、楽しくね、料理したり、くつろげるような空間作るっていうことがね、重要だと思うんですよね。ですのでね、まあこの配置を見るとね、ついつい、日本ハムのことをね、まあ、ちょっと日本ハムもちょっと不調ですけどね、まあなんとか頑張って盛り返してもらいたいと、いうことを思います。そして、金星は双子座の26度にあり、火星とセクスタイル、天王星とトラインという配置なんでね。まあ女性には非常に、若い女性には優しいというような配置だし、まあ退屈させない。ね、実際にはモテる方です、この方ね。3枚目を演じておりますけど、本当はね、もうすごいモテる。ですからね、まあ、結婚する前はね、モテモテだったと、いうことは周りの人に聞けばわかると思います。そしてまあ色気がある火星と、ね、まあ火星とのアスペクトって色気があるかどうか、ね、恋愛体質っていうことですから、常にその異性の目を、ね、気にしている。だからおしゃれもする、ね、で女性の視線もね、気にする。そういったことでね、金星火星の配置はやっぱり俳優さんには絶対、欲しい配置、であります。そして天王星はね、まあ女性を飽きさせないということでね、まあ突然なんか欲しい。もうね、突然、こう、クルーザーで、こう、お話をしてて、カー君がね、諸星来るんですよね。諸星、カー君。カー君イコールハワイ。ハワイイコールカー君って言ってましたけどね。いきなり、こう、海にね、飛び込んじゃう。びっくりするようなことをする。ね。これぞ、金星天王星だなと思いながらね、カー君の YouTube 見てましたけどね。こういうことをするんだ、天王星。デートの時もそういうことしますからね。でもそんなカー君が面白いと。もう本当に飽きないと。だから光源氏の中でも一番人気でね。カー君の、自分で言ってましたね。もう98%ぐらいが自分のチョコレートだ。トラック3台分とかね。なんか そういうことをね、言うのは、ああ、天王星だなっていうね、ことを思いました。ですからまあ面白くて、飽きさせないと、こういうようなね、ことで、まあ今までね、俳優を、まあキャリアを積んできたということだと思います。
そしてね、もう一つね、木星のアスペクト。ね、木星、魚座の17度。これね、ぜひ、歴史もの、幕末、ね、出てほしいと思います。なぜなら、これはね、憑依型芸人。ね、憑依型俳優。だから、大隈重信を、の霊を呼び寄せて、大隈重信を入れて、本人入れて演技したってことになりますよね。大隈重信さんってこんな感じだったんだろうかっていうことでね。まあでもね、すごく説得力ありましたよね。あ、なるほどね。あ、大浦の慶の背中を流しても、三助やってたっていう話ですから、あ、そうかと。本当はそうだったかもしれないと。ね。本当はもういろんな人にね、もう気遣って、気配りの人。で、ね、もう大株主ですよ。大浦の慶。ね。幕末における大株主。ということになりますから。それはもう日本で言うと、孫正義さん、ね、柳井さん、ね そういうことになります。だから、いや、もう喜んでやりますよと。いや、孫さんが背中ね、流してくれっていうなら、まあ喜んでやりますよと。ね、柳井さんがもう背中をね、一緒にお風呂入ろう。背中流してくれ。ああ、喜んでやりますよ、ね。そういうようなね、感じの人だったんでしょうね、きっとね。ですから、まあ、これからね、その魚座の17の、魚座の真ん中ってすごいですからね、これね。本当にやりますから、魚座って。だから、呼び寄せる霊能っていうかね、やっぱあの世とこの世の、その霊道と言われるとこですから、この魚座の真ん中ってね。だからどうして更新できるんですかみたいな。いうことでね、更新できる人です。ね、人間の中でも唯一できる人です。この人はっていうね。ことなんでね、やっぱり、しかもノーアスペクトですから、これはもうね、徹底して、チャップリン呼び寄せて、チャップリン入れてくださいと。それで演技してくださいと。いう感じになりますんでね。だから東京製図でね、ここ、わかりますって。ね。東京製図でこの場所、魚座の真ん中って言ったら、先住院トンネルでしょうと、ね、いうことですよ。あそこはもうね、都内ね、屈指の、霊能スポットということなんでね。ちょっと雰囲気違いますんでね、あそこだけね。そして隣にあるビクターではね、何度も幽霊の声が収録されているみたいな。ガラス坂とかね、この声は何だみたいな。そりゃもうね、霊道のところにスタジオ作っちゃったらそういうこともあるよねって、そういうことですよね。ですんでね、まあそういうところにね、まあ、千駄ヶ谷駅にはありますよね、その神秘の館がありますよね。能楽堂、千駄ヶ谷を降りるとね、すぐあるのは能楽堂ということですね。能楽堂はありますよねって。ね。ですから、もう能っていうことですから、やっぱり、もうこれ、霊能の世界ですよね。だからもう本当に死者を蘇らせて、呼び寄せて、そしてね、演技をする。憑依型。もう象徴してますよね。で、千駄ヶ谷、もう一つありますよね。将棋会館。将棋会館。なんで霊能が、AI でもうね、もうコンピューターで、もうね、全部こう、I、ね、IT、ね、AI か、AI でもやるんだけども、ね、それでも AI に勝てる。勝てちゃうっていうのは何だと。ね、それを超えたもの。水瓶座という AI。それを超えるものは何だ。魚座でしょうと。霊能力使って将棋を打つ。まあ、その境地になるっていうことですよね。ですからね、藤井三冠、ね、羽
羽生さん、ね、羽生さんとかね、藤井聡太、三冠、今三冠ですか、まあ、そういうところで将棋って指すんだなみたいな、本当究極のところ言ってしまうとそこなんだ、だから AI に勝てるんです ね、人工知能にも勝てちゃう、まあほとんど負けますけど、まあそれでも勝ちますよね、うん、ですからね、やっぱそういう世界、それがまあ暴走すると、だから一旦スイッチ入って、ね、その作品だったりするとね、これはもう大ヒットということになりますんでね、これね、まあ今後、今木星の年齢期ですから、その真っただ中におりますんでね、期待できますね、これはね。だから40代50代ね、40代50代ね、もうますます能力を発揮しますんでね、大ヒット作当たる可能性っていうのはもうすごい、もう可能性高いなということを思いますよね。だから人生のどこでこの人活躍しますかっていうのをパッと見た時ね、あ、もう間違いなく木星だ、ね、木星の年齢期45歳から55歳、ここでこの人は能力発揮しますよと、ね、言ってるようなもんですからね、ぜひ歴史もの、ね、憑依型ですので、歴史もの、誰かを呼び寄せる、本人を呼び寄せる、ね、大隈重信を呼び寄せる、というような演技でね、頑張ってもらいたいと思います。はい、ということで、チャンネル登録&高評価よろしくお願いいたします。それではまた。